みんな大好きラーメン福。このお店閉店した篠原通り店と混同してました。これで本当に本当の全店制覇になります。ラーメン福小金店に突入しました。注文はラーメン麺固めネギ多めに統一700円です。このお店も混んでます。行列を待って着丼です。ネギが少し少ない、もやしもどっさりです。このストレート麺がいいんですよね。それではいただきます。まずは麺からいただきます。いつ食べてもこの麺は美味しいです。そしてスープをいただきます。旨味たっぷりのスープです。いつもより少し濃いような、もやしで薄まるのでちょうどいいです。このお店もめちゃくちゃ混んでました。そして看板が他店と少し違って、赤だけで黄色が入っていないんです。なんか意味あるのでしょうか。味は少し濃く感じましたが、いつものラー福の美味しさでした。これで本当に本当のラーメン福の全店舗を制覇することができました。完全制覇宣言3度目ですが、本当の制覇です。何はともあれ今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。